わかった。水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え、汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい、乙姫ランドでございます。なんだ、なのはちゃん。ん、ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え、早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ？はあ、ん？なんだ、あんたら喧嘩売るためにやってきたのか？え？ハロワの親父からは、なんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。
おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。地方風俗反対、芸人長から絶対